この作品名は魚って聞いた瞬間、僕はえらいざっくりしてるなって思いました。皆さんこんにちは、ジェイソウルゴブルダーヒロヒロ。はい、今回の動画はこちら、エゴクリエイター赤いドラゴンの続きになります。前回の動画でこちらの赤いドラゴンを組み立てました。今回はこちらの魚に組み替えます。赤いドラゴンの動画はこの動画の概要欄に載せておきます。合わせてみてください。はい、それでは魚に組み替えます。完成、魚です。はい、赤いドラゴンから魚に組み替えました。ちなみに組み立てにかかった時間は15分で完成しました。レゴクリエイター赤いドラゴンが結構割と小型なので、パーツが少なくて割と作りやすかったです。はい、ではこちらの魚を全体をぐるっと見回すと、このようになっております。この作品名は魚って聞いた瞬間、僕はえらいざっくりしてるなって思いました。こちらの作品は魚なんですけど、見た感じこれはエンゼルフィッシュだと思います。では近くで見ましょう。まずこちらが頭部および胴体です。口周りは簡単な作りになっていて、口から泡を出しています。ちなみにこのクリアパーツは取り外すことができます。なんか取り外したらこれはこれで面白いですね。続いてヒレはこのようになっていて、ヒレについては赤いドラゴンの羽が使われております。背びれはこのようになっていて、背びれについてはこの黄色のカーブパーツのみで作られております。尻尾はこのようになっていて、尻尾についてはレッドドラゴンと一緒でカーブパーツが使われていて、レッドドラゴンの角だったパーツが尻尾の一部になっています。ではこちらの魚の可動範囲について説明します。この魚はレッドドラゴン同様にボールジョイントが使われているんですけど、魚自体が小さいので可動範囲は少ないです。まずヒレがボールジョイントで、このようにグリグリと可動します。ヒレはこのように可動するんですけど、これ動かすとこんな感じで簡単に取れちゃいます。尻尾は根元がボールジョイントになってますので、このようにグリグリと動かすことができます。あー取れちゃったそして尻尾の一部もこのように可動させることができます。はい、可動範囲を生かしてこのようなポーズを取らせることができます。で、僕はこの魚作って思ったのが、あのピクミン2に出てくる名前なんだっけ、なんたら金魚っていう、あの歩くやつ、あれを思い出しましたこの魚のカラーを変えて一部パーツを追加したら、完全にピクミン2に出てくる魚に見えちゃいますねはい、では最後に大きさ比較いきます。ミニフィグとレゴマリオと並べるとこんな感じです。まあ、大きさ的に言えばレゴマリオとまあちょうどいい感じだなって思います。これミニフィグと並べるとこんな感じで、完全にモニュメントか、大きさ的に遊園地の乗り物に見えちゃいます。乗せれるところはないんですけど、こんな感じにすればもう完全に乗り物サイズですねはい、レゴクリエイター赤いドラゴンの魚はこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイター赤いドラゴンを魚に組み立ててレビューしてみました。まずこの作品名が魚というとところがすごいインパクトがあると思いました。僕的に言えばこの魚はどっちかというとエンゼルフィッシュに見えるんですけど、人によっては金魚やデメキンに見えると思います。可動範囲や大きさは前回作った赤いドラゴンよりかは小さくなったり少なくはなったんですけど、魚の覗きはちゃんとしていますので、これはこれでいいと思いました。次の動画ではこちらのフェニックスに組み替えます。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ